村越優太は、日本のキックボクサー、神奈川県平塚市出身、湘南格闘クラブ所属、元ライズバンタム級王者、元 K1 ワールド GP フェザー級王者、高校時代に K1 甲子園出場経験があり、サウスポーから繰り出す多彩な蹴り技を武器に、プロのリングでも活躍。相手のボディをえぐる三日月蹴りと、的確なカウンターで様々な団体の、 トップファイターたちから勝利を挙げてきた。2018年3月20日、クラッシュ86のクラッシュマイナス 58kg、王座タイトルマッチで王者の錦を春馬に挑戦し、1から2の判定で敗れ王座獲得に失敗した。2018年6月17日、K1 ワールド GP 第2大フェザー級王座、決定トーナメントに出場。1回戦でエリアスマムディ、 準決勝で、ホルヘバレラ、決勝で西京春馬を破り、トーナメント優勝を果たすとともに、K1 ワールド GP フェザー級王座の獲得に、成功した。2019年3月10日、K1 ワールド GP2019 ジャパン系フェスタ2の K1 ワールド GP フェザー級タイトルマッチで、挑戦者の浦部広司と対戦し、王座の初防衛に成功した。 2019年8月25日、K1 ワールド GP フェザー級王座を返上した。2019年11月24日、K1 ワールド GP2019 ジャパン横は、祭りにおいて、階級をスーパーフェザー級に上げた初戦で、いきなり同級王者のホタカと対戦。一進一退の攻防を繰り広げるも0から2の判定で敗北した。2020年3月22日、 K-1 World GP 2020ジャパン K フェスタ3で、レオナペタスと対戦し 3RK を負け。ありがとうございます。